業界初、6色ある、表ソフト、スピンファイヤー、ヤッスンも使っているラバーです。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやっすんです。ぐっちです。私たちは動画を30言語に翻訳し、卓球で世界をつなぐ活動をしています。卓球技術、卓球用具に興味のある方はチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。皆さんのアクションが私たちの動画を作る力になります。動画のリクエストがありましたら、ぜひコメント欄にお書きください。今回の動画はシェイクバック粒の技術を紹介します。使用している用具はモンキーというラバーで、スポンジは入っていません。 OX のタイプを使用します。今回の動画のテーマは基本のバック粒のプッシュについて説明します。プッシュにもいろいろ種類はあるんですが、今回は最もオーソドックスなプッシュの打ち方ですね。対戦相手の下回転を反転させて、綺麗なトップスピンで返球する基本のバックプッシュです。まず一つ目のポイントはラケット角度です。ラケット角度は垂直よりも少し上を向いたラケット角度が望ましいです。少しですね、ボールを乗せると言いますか、バウンドしたボールの下に入り込むような、このぐらいのラケット角度を作ってみてください。もちろんラケットやラバーによってその角度というのは少し変化してきますので、あくまで目安で、垂直よりも少し上向きぐらいの角度を覚えておいてください。2つ目のポイントは打球点です。打球点はできるだけ早い位置、上昇途中が良いと思います。頂点や、ボールが落ちてくるところになると、プッシュの力がとても強く必要になってきます。バウンドが上昇してくる勢いを借りてプッシュで返球する、そのようなイメージでやっていただくと、弱い力で上手にプッシュができるんじゃないかなと思っています。
3つ目のポイントはスイングについて説明します。スイングは卓球台の高さにラケットを構えていただいて、そこから斜め上に送り出すようにスイングします。はい、この時に上から押し潰すようなスイングになってしまうと、きれいにスピン反転せずに直線的な弾道になってしまいます。下から斜め上、下から斜め上に、優しく弾き出してあげることで、きれいなスピン反転のプッシュになりますので、必ずやってみてください。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。